ジョージ・クロスは人命救助等における極めて勇敢な行為に対して与えられるイギリスのクロス賞。イギリスだけではなく、カナダやオーストラリアのクロス・オブ・バローのような相当する賞が制定されていない英連邦王国構成国や植民地における同行為も対象となる。グレート・ブリテンを呼び北アイルランド連合王国の勲章、基章の中では、 ビクトリア十字章に次いで行為の章であり、受章者は GC のポストノミナルレターズを使用することが許される。ジョージ・クロスの本体は銀製のギリシャ十字で、表面中央の円内には竜と戦うセント・ジョージの騎馬像、その周囲にホーギャラントリーの文字、その外側の四隅に制定者であるジョージ・六世を表す G とロクを組み合わせたマークが刻印されている。裏面には 無事で受賞者の名前並びに、授与の決定が、ロンドンガゼットに掲載された年月日、及び口述する、旧報奨受賞者の場合は、ジョージクロスへ交換した日付が掘られる。勲章本体は表面のみに、月桂樹の模様が入った銀製の紐と、小さな缶で、紺色の樹につながれる。男性及び制服着用の女性は、少女で左胸に、吊るし、 制服以外の服装の女性は少女より幅広い、蝶結びのリボンで左肩に吊るして配用する。制定当初の少女の幅は1.25インチだったが、1941年5月8日のロイヤル・ワラントによって1.5インチへ変更された。また、リボンを略樹として着用する場合は、その上に十字章のミニチュアをつける。複数回受賞者のための飾り板も制定されているが、 これまで該当者は出ていない。ジョージ・クロスは、自らの危険を顧みずに人命を救助した者や、大事故、事件を防いだ者等の勇敢さを称える賞であり、この勇敢さは、ビクトリア十字章の授与基準と同等のものが要求される。そして、ビクトリア十字章が、敵前での勇気ある行為が、授与条件であるのに対し、ジョージ・クロスは、敵前ではない場所での勇気ある行為が、 対象となる。このことから、ジョージ・クロスは、戦闘以外での行為を対象とした、ビクトリア十字章に相当する勲章と位置づけられており、ビクトリア十字章とともに、特別な扱いのクロス章である。クロス章は、一般的にはオーダーより、位に位置するが、ジョージ・クロスの配用位置や、ポストノミナルレターズを列記する際の順番は、ビクトリア十字章以外の、あらゆる勲章。 希少の上位とされており、最上位のビクトリア十字章と最高位のオーダーであるガーター勲章の間に位置する。これら二つの十字章は受賞者の団体を共有しており、名称をビクトリアクロスジョージクロス協会としている。ジョージメダルビクトリア十字章の対象が軍人に限られているのに対してジョージクロスには対象者の身分や職業による制限がない。そのため、 ジョージ・クロスは一般市民が受賞できる最高位の賞であり市民のビクトリア十字賞とも呼ばれている。しかし同様に事故の機難を顧みず人命の救助に尽力したものを対象とした日本の公寿法賞では公務による行為が除外されているのに対しそのような制限もないため警察官や消防士も数多く受賞している。また軍人でも 勇気を示したのが適前ではない場合、この勲章が授与される。例えば、テロリストが相手の場合は適前ではない場合とされるので、北、アイルランドでの IRA との戦闘において勇気ある行為を示した軍人には、ビクトリア十字章ではなくジョージ・クロスが与えられている。ジョージ・クロスの会には、ジョージ・クロスと同時に制定されたジョージ・メダルがあり、授与基準がジョージ・クロスほど、 厳しくないので広く授与されている。ジョージ6世位、第二次世界大戦中のイギリス国内は空襲に見舞われ、一般市民もその危険にさらされていた。そのような状況において、不発弾処理の任に当たる将兵や、防空警戒の女性補助兵士、消火活動に奮闘する、消防士、被災者を命がけで救助する、警察官や一般市民らによる勇敢な行為が、 数多く見られたが、その十五の守りにおける勇敢さに報いるにふさわしい、勲章がなかった。ジョージ・クロスが制定される以前にも、広範囲の勇敢な行為を対象とした法章として1922年に制定されたエンパイア・ギャラントリーメダルが存在したが、その地位は低いものだった。そのことに、心苦しさを感じた、当時の国王ジョージ六世は、 1940年9月24日のロイヤル・ワラントンにより自らの名を冠したジョージ・クロスを制定した。エンパイア・ギャラントリーメダルは廃止され、存命中の受賞者は授与されたメダルを返還し、それに変えてジョージ・クロスが授与された。人命の救助に尽力した者に対して与えられる、報奨としては、1866年制定のアルバートメダル、AM と、 産業事故に関する人命救助を称する1907年制定のエドワードメダルも存在したが、これらも1971年にジョージ・クロスと交換された。ただし、これらの報奨の受賞者に関しては、基調の変換は任意とされ、基調の交換をしなかった受賞者も、ジョージ・クロス受賞者の肩書きを名乗ることができた。ジョージ・クロスの授与条件には、役職や、 金属年数が関係しないため、受賞者の年齢や社会的地位は幅広く、最年少受賞者は10歳の少年、女性の最年少受賞者は11歳の少女とされている。この二人はいずれも当初アルバートメダルを受賞し、後にジョージ・クロスを授与されたが、このような場合、その報奨を受賞した日が資格発生日とされ、その時の年齢が受賞年齢とされるので、 最年少受賞者となっている。ドリーン・アシュバーハムとアンソニー・フェラードリーン・アシュバーハム1905年5月13日、サセックス生まれ。父はアシュバーハム巡弾借家の次男。第一次世界大戦が勃発すると、戦火を避けるために、一族でカナダのバンクーバー島へ移住した。1916年9月23日、当時11歳の彼女は8歳の重邸。 アンソニー・フェラーと二人で家から800メートルほど離れた小道を歩いていたところ、巨大なピューマに襲われた。ドリーンは最初の一撃で気を失った。ピューマがドリーンの方へ向かったため、アンソニーは彼女を助けるためにピューマを殴ったが、逆に噛みつかれてしまった。気を取り戻したドリーンは、ピューマの口に手を突っ込んでアンソニーを引き離した。この 自らの危険を顧みずに互いを助け合った二人の少年少女の行為に対して1917年12月21日アルバートメダルが贈られた。その後彼女は一旦イギリスに戻った後アメリカへ移住し大学教授と結婚してアメリカ国籍を取得した。そのため彼女は1971年の布告を知らず。 交換に行かなかったので、遅れて1974年にジョージ・クロスを受け取った。1996年カルフォルニア州で死去。彼女は、ジョージ・クロスの女性最年少受賞者であるとともに、アルバート・メダルの女性最年少受賞者でもある。アンソニー・フェラーは、青年後、カナダの連隊に入隊したが、射撃訓練中流れ玉に当たって1930年に死亡した。そのため、 彼は、アルバートメダルの最年少受賞者だが、ジョージ・クロスは受けられなかった。オスタリーパークデイビット・シー・ウェスタン1937年4月26日、生まれ。1948年2月27日、当時10歳の彼は、ロンドンのオスタリーパークで、仲間と凍結した湖の上を歩いていたが、氷が割れて、仲間の一人が湖に落ちた。他の仲間は泳げなかったため、 彼らに命綱を託してデビットが氷の湖に入って落ちた仲間を救い出した。その功により、同年8月13日、アルバートメダルを授与された。青年後は海軍に入隊。戦術の通りアルバートメダルの最年少受賞者は、アンソニー・フェラーだが、上記の経緯から、ジョージ・クロスの最年少受賞者は、デビット・ウェイスタンとされている。ジョナサン・ロジャースのメダルバー。 ジョージ・クロスの次に、第二次世界大戦中のイギリス海軍時代に、受賞した、ディスティンギッシュとサービスメダルと3個の戦線従軍賞、第二次世界大戦の従軍記賞、オーストラリア海軍所属となった後に従軍した2個の、朝鮮戦争に関する従軍記賞、最後尾に永年金属賞が並ぶ。ジョナサン・ロジャース1920年9月16日、 ウェールズ北部レクサム州のペンア海に生まれる。イギリス海軍へ入隊し、第二次世界大戦中は大西洋及び地中海方面に従軍して、ディスティンギッシュとサービスメダルを受賞。戦後オーストラリアへ移住して、オーストラリア海軍に入った。1964年2月16日、駆逐艦ボイジャーが空母メルボルンと衝突し、沈没した。 ボイジャー乗組の改装長だったロジャースは、館内に閉じ込められた乗組員を統率し、多くの水兵を脱出させた。そして、脱出できなかった水兵たちを励まし、彼らと共に尊厳と名誉を最後まで維持し続けながら死を迎えた。その勇敢さを称えられ、1965年3月12日、ジョージ・クロスを追贈された。 マシュ・クラウチャー、イギリス海兵隊上等兵。2008年、アフガニスタンでタリバン総統作戦を行っていた、クラウチャーはタリバンが地雷として設置していた手榴弾の罠線を踏み、その安全ピンを抜いてしまった。クラウチャーはすぐさま足を抱えた状態で背負った、廃脳側から手榴弾に覆いかぶさり、遊軍を巻き込まないようにした。 手榴弾が起爆すると排能は引き裂かれ、自身も吹き飛ばされたが、着用していた排能とボディアーマー、戦闘用ヘルメットのおかげで、奇跡的に鼻血、外傷性鼓膜先行、検討式失調等の継承であった。友軍の兵士は一部は隠れるか伏せたものの、多くは対応できずに立ち尽くしていたため、おそらくこの方法を取らなければ被害が拡大していたと見られている。衛星兵は、 クラウチャーに抗争を進めたが、本人はそれを拒否し、戦闘を継続した。その行により、ジョージ・クロスを授与された。小川賢治、勲章の社会学明らよう、処方、2009年3月。ISBN 978から4から771020399。77 P87 から119、ロンドンガゼット。 ナンバー 56878P3353 から335314 March 2003サプリメントナンバーワンロンドンガゼットナンバー 56878P335314 March 2003サプリメントナンバーワンロンドンガゼット ナンバー 35060P62331 ジャニュアリー1941ロンドンガゼットナンバー 35060P62231 ジャニュアリー1941ザ・レジスター・オブ・ザ・ジョージ・クロス P15 ハット・ザ・レジスター・オブ・ザ・ジョージ・クロス P139 ザ・レジスター・オブ・ザ・ジョージ・クロス P114 ビクトリア十字章。ありがとうございます